はい、こんにちは、ニアです。今日はね、4次元のオビワンなし周回編成を紹介したいと思います。編成はこんな感じ。ボン、デイトナにバラン武器、リュウメイにクルセイダー武器、学園バレリアにエミア武器、ハロウィンコットンにオロチ武器とメニット武器で、フレンドのデイトナにラジオア武器です。で、潜在でね、 HP++ と水経験を振ることで水見るまで対応できるようにしてあります。ってことでね、早速動画見ていこうと思います。プレイ動画スタート、ポン。でね、まあ、この編成を紹介してる理由なんだけど、昨日ね、デイトナを使ってね、4次元周回編成を、4次元をね、周回してたらね、オビワンがないってコメントがめちゃくちゃあったので、それでこの編成を紹介することにしました。ってことで、まずは変身していきます。変身キャラを変身して、オロチ撃って、で適当コンボしていきます。適当コンボ。OK。でね、消せないが木なので、消せない回復もします。OK。で、そしたらね、適当コンボあと1回したら、まずは敵を1体削っていきます。こんな感じで、敵をね、1体削っていきます。大体2ターンに分けて削るといいと思います。はい。削りすぎは注意。削りすぎちゃうとそれはそれでね、光が起こって殺されちゃうので、一体削るようにしてください。もう一回攻撃して、右のね、左の火を落とします。最初の変身だけ少しめんどくさいけど、その変身さえ終わっちゃえば普通のデイトナ編成と、そこまで変わらない立ち回りができて、タイムもね、まあ20分台前半なので、そんなに問題なく周回できるかなと思います。はい、オッケー。基本的にね、次は闇を一体落とすって感じかな。体力回復して、一体落とす。オッケー。でね、一体落としたら、あれだね、変身できるので、二体とも変身して、固定ダメージで光を削りつつ、全員倒します。ここまで来れば、簡単。オッケー。で、そう、四つ消ししつつ、四つ消し2個かな、四つ消し2個して、あと全体も入れて倒します。オッケー、まあ、この全体はなくても大丈夫。で、固定ダメージで光を半分まで削ると。で、半分まで削ったらね、固定ダメージで倒せるので、四つ消しして倒します。さようなら。オッケー。ってことでね、2階層です。2階層はね、もう何が出ても特に関係ないです。エミアの武器を撃ってダメージゼロにしちゃうので、この闇のやつがね、発狂することもないです。で、リュウメイ撃ちます。お腹減った。リュウメイ撃って指回復して、で、デイトナ撃って、で、ウェイと全体攻撃含めつつ殴っていきます。で、エミア武器もしっかり撃つ。エミア武器がね、ダメージ無効なので、ダメージ、ノーダメージでここを突破できます。オッケー。発狂するんだけど、闇がね、ダメージゼロなので大丈夫です。オッケー。で、デイトナ撃って突破します。基本的にね、あれです。何ですか？何ですか？あ、そうそう。浮遊色消してきながら倒していきましょう。続いて3階層はダメージ吸収階層です。光のね、カーバンクルを軽く削ってから突破します。デイトナ撃って、で、光を軽く削る。オッケー。はい、オッケー。光を軽く削って、で、ダメージ吸収、メニット撃って突破します。あ、ウェイ入った。ウェイの落ちコン入った。オッケー。タートルラッシュ。でね、メニット撃って、デイトナ撃って、突破です。はい、オッケー。はい、オッケー。削って削って。でね、次の階層もダメージ吸収なので、このね、2ターンのダメージ吸収を利用して、倒していきます。ほいほい。ここでね、アシスト無効も食らいますが、特に関係ないです。
ほい。じゃあね、デートの打って突破していきます。適当に上行くんだら倒せます。オッケー。で、次の階層はね、魔女なんだけど、まあ、ここも特に問題なく倒していきます。オッケー。あ、そうか、潜在なんだけど、これ結構ギリギリだから、代用とかね、立ち回りで質問があったらコメント欄で聞いてください。結構難しいと思います。代用考えるのが。できれば自分で考えてから、これがこれで代用できますかとか、立ち回りこうすればできますかみたいな風に聞いてくれると、返事しやすいです。ほい。ってことでね、ターン消費したのでこのまま削っていきます。はい、オッケー。ナイス。で、次、6階層。6階層はね、特に問題なくこいつは普通にウェイで倒していきます。レイトナ打って、削っていく。この時もね、不要色をしっかり消しましょう。光は少し温存めにでも大丈夫。ウェイ1個で倒せます。オッケー。マジックガード。喉がさ、ちょっと痛くて、朝起きたら、今日ちょっと喉が痛い。でね、ルーレットされても特に関係なく、ウェイで倒していきます。オッケー。続いて8階層かな。8階層は、オロチの場合と、もう一パターンあるね。つくよみだったら普通に倒せばいい。違う、間違えたわ。間違えました。今7階層だ。ごめん、今7階層だ。7階層はコットン打って突破するんだけど、まずちょっと削ります。光6の闇4で軽く削ってから倒します。OK? こんな感じ。光6の闇4で軽く削ってからコットン打って突破します。ここね、ちょっとめんどくさいんだけど、火力がね、少し少なめなんでね。ここはね、ちょっと削ってから突破が安全ですね。スキルダメの意味も兼ねて。オッケー、コットン。コットン打ってん。デイトナ打ってん。で、削っていきます。オッケー。ほい。オッケー。あ、ミスった。ほい、オッケー。はい。ってことで突破です。で、次こそ8階層だね。次こそ8階層。8階層だよね。8階層ね。8階層はオロチかツクヨミね。まあ、ツクヨミだったら普通に倒しちゃえば OK。ワンパンできるから倒しちゃえば OK。で、オロチの場合は、デイトナ打って、まあ、6階上が竜明あるので、光がなかったら竜明使って、光があれば竜明温存でお願いします。ほい、OK。って感じでね、削っていきます。軽く削って、まあ、この削りはね、だいたい普通のデイトナ編成と同じぐらいの削りができますね。はい、OK。で、怒ると。OK。ここも、光あるから、竜明使わないかもしれない。使わないね。これ光欠損したら竜明使ってください。はい、OK。不要色はなるべく消す。はい、OK、突破。次は、9階層だね。9階層は、ヌとか、オシリスかな。か、ネフティスか。ネフティスもいますと。ネフティスが一番かもだね。ネフティスは最初光吸収してくるから、光でね、軽減を張って、で、次のターン殴っていきます。で、オシリスの場合なんだけど、オシリスの場合も、誰にね、リザチェンされても、一応火力は出て、軽減も張れるので、そのまま殴り飛ばしちゃって大丈夫です。でね、ワンパンできないと、向こう張られてめんどくさいことになるので、そこだけ気をつけてください。向こう張られちゃったらね、まあ、二重奥向こうなので、火力出しすぎないようにしながら、コットンをなるべく使わずに突破してください。コットン使っちゃうと、後で、積みます。次、インドラ出たら積みかなってなるので、気をつけてください。はい。ってことでね、ここも軽く削ってから、5消しで軽く削ってから突破していきます。あ、でね、あと、ヌトのパターン。ヌトのパターンだと、ヘイストされるので、バラン打って、デイトナ打って、
裏のね、バラン打ってデイトナの裏のラジオは打って突破です。2回打ってね、バラン、ラジオは、バラン、ラジオは、で突破でお願いします。倒し残しても大丈夫、本当に削ってれば問題ないです。ってことで10階層はブリトロかインドロだね。ブリトロだったら光の四つ消しで消せない回復しつつ突破していきます。突破しません。半分近く削ります。半分削れなくても大丈夫。 OK。 でインドラだったらコットン使わなきゃダメです。回復のね、花火ロックされるのでコットン使って軽減貼ってちょっと削る。で、ね、削ったら回復のね、花火もっかいされて、その後カウントダウンなので、その花火崩した後に、普通にね、ターン経過させて、で、ワンパンしてください。はい。で、ここはね、軽く削っていきます。これね、ちょっとね、削りすぎちゃったので、50パターで貼られてるけど、闇のままだったら、特に問題なくワンパンできたと思います。はい。ってことでね、軽く削っていきます。縁波なしで軽く削って、突破できそうになったら突破します。本当はここ闇で止めたかった。闇で止めたかったけど、ちょっと落ち込がきすぎたというので、仕方なくね、待っています。ちょっと突破かな？突破ですね。ほい。はい、OK。はいはい、OK。落ち込んすごい。21コンボ。はい、オッケー。ってことで続いての階層は11階層。11階層は木のウィジャスか光のヒリアスなんだ。ウィジャスなんだけど、特にどっちも関係ないね。軽くね、削っていって。まあ、コットン使ってもいいんだけど、コットン使わなくてもね、まず木のウィジャスだったら、指返して普通にワンパンできます。だから、ターン待ってからワンパンしちゃえばいいと思います。で、こいつの場合は、軽く削ったら縦張るんだけど、縦張っても普通に殴り飛ばせます。OK。んでね。ルーレットして、指減らして、縦を張りますが、特に関係なくね、倒せます。指はね、返さない方がいいですね。別に、リュウメイ使ってもいいんだけど、クルセイダー貯めたいから、リュウメイ使わないことのがおすすめかな。はい、オッケー。ターン経過させて、コットン使うかな？いや、突破するな、多分これ、このまま。はい。これでね、50% だって貼ってるから、向こうにはそんなに引っかかんないんですね。はい、突破。続いて、12階層は、メタトロン、パイモン、エスカマリの階層だね。これ、どれ出ても大丈夫かな？うん、大丈夫だね。あれだね、OK。これは今、指がね、少なかったから、軽く1コンボして、軽減だけ貼りました。はい、オッケー。はい、じゃあね、削っていきます。で、こいつはね、最後超根性残ったら、残したらね、あれになりますね。パズル教室なので、パズル教室は頑張ってください。そんな難しいパズル教室じゃないから大丈夫。はい、これはお邪魔全部消せば大丈夫。爆弾ね、お邪魔消しても大丈夫。残った盤面でね、お邪魔が消えてれば大丈夫です。はい、 OK。 で、あとは突破するだけ。はい、四つ消しと適当コンボで。はい、 OK。 続いての階層13階層だね。13階層は属性吸収してくるって敵がいるけど、まあ、この編成の場合はね、関係ないね。ほい。これね、ノーチラスとか、ヒールフとか、
あとロイヤルオークとか使ってたらめんどくさい階層だけど、デイトナ使ってたら特に関係ないね。優秀引っかかんないから。最初は四つ消し一コンボでお願いします。削りすぎ注意ね。これ削りすぎちゃうと結構やばいから。普通にウェイ2個消すと発狂するから、ウェイは1個でお願いします。で、遅延食らった。で、デイトナ打って突破ね。ほい、オッケー。で、突破します。2番ここ2番ね。で、14階層だ。14階層はプレーナー。プレーナーは特に消せないされるけど、闇のウェイさえ残ってれば大丈夫。これ残ってないね。まずかったかもしんない。今回は闇の消せないんだったけど、光の消せないされる場合があって、光の消せないされた場合は、ね、闇のウェイ組んで、消せない回復して光の四つ消しをする必要があるので、闇はね、しっかり四つ残しましょう。今はちょっと危なかったね。気づいてなかったけど。これは闇のね、四つ消しができるようにしておきましょう。で、デイトナ打って殴っていきます。こいつはね、割合による発狂はないので、好きに削ってください。はい、オッケー。回復大事ね、回復。まあ、削りよりも、まあ、回復優先した方がいいと思う。どの道こいつが倒せないことはないから、ターン発狂はあるんだけど、まあ、ターン発狂はね、倒せないことはないから、普通に四つ消しと回復を優先しましょう。で、突破かな。オッケー。まあ、ミスった。はい、オッケー。で、突破です。で、光見ると。光見るは普通に軽く削ってね、半分まで行くと 50% 回復してカウントダウンしてくんの。パティみたいな。だけど、まあ普通に削れば大丈夫です。ただね、ここね、あれですね。コットン片方裏溜まってる状態なので、それはね、気をつけてください。ダメージ吸収をね、あれですね、パイモンの階層で打たなきゃいけない可能性があるので、パイモンのためにコットンの裏溜めなきゃいけないので、こんな感じになってます。コットン1枚で突破しないといけないです。はい。だからしっかりいい感じで削ってね、こんな感じで。50% 手前まで削って、で、その後に一気に削ると。こうしないとね、コットン、一体で削りきれなくなっちゃって困るので気をつけてください。はい。で、回復すると、まあ、ちなみにね、コットンで倒しきれない場合もね、全然大丈夫なので安心してください。コットンで削りきれなかったら軽くね、削っていけば OK。 OK、 こんな感じでね。はい。もう全力してんね。これっけ、全力してるけど削れないんじゃないかな。削るかな、ちょっと待ってね。ほい。あ、削ってんじゃん。全然削ってるわ。ごめん、間違えた。メリット使ってるから、ダメージ無効貫通あるから、メリットの裏溜まってても大丈夫だ。違う、間違えた。間違えました。すいませんでした。そうそうそう。ね、パイモンが出なかったら、別に裏のメリット溜まってるから、ダメージ無効貫通あるのと一緒だから全然大丈夫です。で、水見るが出ました。そう、だからパイモンが出た時だけ光吸収、属性吸収使ってるので、コットン1でね、光ミルを突破しないといけないって感じですね。間違えました、すいません。おい、水ミルはね、3倍攻撃まで受けます。火力がどんどん上がっていくね。ビッグフットタイプなんだけど、こいつビッグフットタイプなんだけど3倍まで耐えます。3倍の時はエミアのね、ダメージ無効を使って耐えていきます。あとは殴るだけ。で、キミルだったら、キミルも、まあ殴るだけか。キミルも殴るだけ。で、キミルの時は、ダメージ半分の時にね、大ダメージが来るので、軽減がある状態で半分に行ってください。で、半分行った後にね、盤面ロックしてくるので、まあ、竜明も温存してください。まだ、つまりね、まあ、竜明、突破の、ちょっと前に、まあ、使わないようにしとけばいいだけだけど、半分まで行く時に、竜明取っとけばいいだけだけど、まあ、気をつけてね。オッケー。温存。で、削っていきます。こっから先はね、光の欠損だけしないようにすれば負けません。削りは問題ない。
盾がね少なくなったから一気に削ればいいので、そんなに焦らずに削って大丈夫です。はい、オッケー、削っていきます。オビワンがいないからね、ここね、あの落ち込んだしは返せません。まあ特に問題はないね。倒せばいい、倒せば。今2倍になった。これ 2.5 倍3倍になってるから、3倍まで起きれるからね、かなりターンに余裕はある。10ターン以内に倒せばいいから余裕だね、割と。削らない、回復して、はい、オッケー、削っていきます。はい、オッケー、出ていったの打ってね、ガンガン削っていきましょう。正直、光ミルが一番当たりかな。光ミルだったら普通にただ削ればいいだけ。本当にただ削ればいいだけ。四つ消しミスったね。ほい。で、80% 盾になりました。はい。大ダメージね。でも大丈夫、耐えるから。ほい。ほい。焦らずパズルしていきましょうね。はい、オッケー、削って半分いったね。ここまで来ればね、あとこれ一旦で倒せんのって思うじゃん。一旦でか、今これ3倍、次3倍になるから、3倍になって殴ってくるから結構大ダメージくるんだけど、倒せんのって思うかもしれないけど、倒せます。次の盾がね、どんどんダメージ入るようになってくから全然大丈夫です。はい、オッケー、最後 75% 盾です。で、大ダメージ来るけど、エミアの武器でね、ダメージは無効化してるので、ダメージは入りません。で、コットン打って、闇のウェイも組みつつね、ぶっ飛ばしていきましょう。ほい。じゃあ、ウェイ組んでね、終わりです。倒しましょう。オッケー。はい。ってことで突破です。で、こんな感じでね、まあ水見るでも全然対応できるので、まあ、安心して周回してくださいませ。オビワンのない方はね、よき、ぜひね、参考にしてください。まあ最後にじゃあクリア履歴を見て。あ、そう。やってくれたのはね、私じゃなくて、あの、私のお友達がやってくれました。オビワン持ってないらしい。ってことでね、ご視聴ありがとうございました。参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ、またねー。